はいどうも中井人です。今回はスクエニックス、略してスクエニさんが運営するファイナルファンタジーのゲームが景品表示法違反で消費者庁に怒られたというお話です。今回の件はこのチャンネルで過去に2回紹介していました。その時も消費者庁コラボになるんじゃないかという話をしていましたが、本当になるかどうかは分かりませんでした。しかしユーザーの通報が実を結び、ようやく達成できたというお話です。話はここで終わりではありません。運営にはまだ嘘があったんです。なんと開発会社の方からポロリ発言がありまして、僕はこれは詐欺に当たるんじゃないかと考えています。でそのあたりも含めてどういう事件なのか、どこに問題があったのかを解説していきますので、最後まで聞いていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず幻影戦争についてですが、 War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius 幻影戦争という非常に長い名前なので、今後は幻影と呼びます。こちらのゲームは2019年11月14日にサービス開始したタクティカル RPG で、運営プロデュースがスクエアニックス、開発がグミになります。ゲームとしてはファイナルファンタジーの歴代キャラ、オリジナルキャラが多数登場する、お祭りコラボゲームですね。この幻影はファイナルファンタジーのたくさんあるスマホゲームの中ではトップの売り上げを出している人気ゲームです。そんなゲームがなぜ消費者庁コラボしたのか、時系列で説明しますと、2020年の11月14日に新しいガチャが実装されます。1周年記念ガチャですね。しかしツイッター上でこのガチャおかしいぞという話が広がります。どういうことかというと、あまりに同じ結果の人が多かったんですね。一例としてこちらのツイートを見てみるんですが、話題になっている確定10連の内容確認用に全く同じパターンの人がいるのかどうかってことで、この方がガチャを引いた2つのパターンがあるんですが、これと被る人はいますかというツイートですね。このリプランを見てみると、こんにちは、全く同じです。同じテーブルの人を見つけた。私も仲間に。全く同じですね。ギルド内でも被ってましたし、他にも同じ人いましたね。はじめまして、全く一緒でしたってことで、めちゃくちゃ同じ結果の人続出と、数えてみると15人くらいの人がこの方と同じ結果を返信していました。でこれはおかしい、ガチャテーブルだろってことで、ガチャが明らかに仕組まれている作為的な何かがあるとして大炎上しました。でなぜこんなに被ったのかと言いますと、こちらのガチャ特別なガチャだけあって、全体のキャラの枚数が少なかったんですね。なので、パッと見てわかるくらい発覚が早かったということですね。結果、有志の調査によって、こんな感じで決められたパターンが並んでいて、この順番にガチャ結果が出ることが分かりました。グループが2つあるので、もし欲しいキャラがあったとしても、それが出ないグループに振り分けられた時点で絶対出ることがないというわけですね。通常のガチャであれば大外れもあれば大当たりもあると、ピックアップ2枚のキーになってね、自慢してる人も Twitter 上でいますが、あれが起きることは 100% ない構造なわけです。その代わり大外れすることもないって感じですね。言ってみればカードラスみたいな感じで、あらかじめセットされた順番出てくるという話です。でこれ自体に違法性があるかというとないです。テーブルガチャそのものは全体の確率から外れてなければ、問題はないと僕は思ってます。ユーザーが完全ランダムで抽選されていると勘違いしてるだけですからね。なんだったらこのガチャは決められた配列通りに出るテーブルガチャシステムを採用しますというふうに書いとけば本当に問題ないと思います。しかしこのゲームにはこんなことが書いてありました。召喚で獲得できるユニットやビジョンカード、ショップに登場するラインナップは確率に基づいて抽選します。そして1枠ごとに抽選が行われるため、1% のユニットが100回中1回必ず登場するといった仕組みではないことをご了承くださいというわけで、つまり1回ごとに提供割合に基づいて抽選されている、個別抽選であることがこの文章から分かりますよね。しかしこのガチャですね、実際にはベルトコンベアのに流れてくるだけのシステムなんで、1回ごとにと書いてある時点で不当表示なわけですね。なので炎上しましたと。でそれに対する運営の対応がゆっくりしていて、11月14日に発覚したんですが、その日土曜日だったためか16日まで放置でした。土日はお休みということですね。運営のツイートが、一部召喚の挙動につきまして現在調査と対応方針の検討していますってこと でリプランを見てみると、もしかしてスクリーンの他のガチャも同じようなことをしてるんでしょうか、本当に一部召喚の挙動なのか、過去分も含めてとても不安で悲しくなってきましたということで、今までもそうだったんじゃないかという疑惑は最もですね。今回だけそうする意味がよくわかんないですから、たまたまキャラ数が少ないテーブルのパターンも少なくなって発覚しただけで、今までテーブルだったとしても、正直気がつかないですよね。これもしかしてテーブルなんじゃないかっていう噂とかがあったとしても、誰が見ても納得する全容がわかんないと、やっぱ証拠としては出せないですよね。って考えると、今に始まったことじゃないのかもしれないなというふうにユーザーは疑問に思うわけなんですが、ここからの運営の対応はこちら。一部召喚の挙動について不具合が確認されましたので、11月16日21時57分に該当する召喚を停止いたしましたということで、必殺技不具合です。今回の事件、一貫して運営側は不具合というキーワードでご利用していきます。これに対するユーザーの反応は、不具合だったのか、それなら仕方ないなとはならんだろう。不具合なの、
テーブルって仕組み作らないとできなくない？バージョンアップのせいでガチャシステム自体が勝手にから不具合なんてありえないかと思います。しっかりとした真摯な説明対応をお願いしますってことで、まあ、なるほど、不具合だったんですね。不具合ならしょうがないなって納得するわけないだろうってところですね。まあ、IT 業界における不具合の定義っていうのはですね、まあ大体プログラムのバグとか故障っていうところですよね。プログラムが意図しない挙動をしたっていうのが不具合とかバグって認識だと僕は思っているんですが、まあ、つまりこれは狙ってやってるわけじゃないけど、なんかそうなっちゃったよってやつですね。ここがかなり重要なので覚えておいてください。しかし不具合の結果、抽選ではなくテーブルガチャになる仕組みってなんやねんと、明らかに一手間加えないとそうなんですよね。なので詳細を説明してくれと、どういうテーブルの抽選システムだったのかとか、何が原因かとか、どこに問題があったのかとか、今までもそれが行われていたのかとかね、そういうふうなことを説明してくれとなりますよね。でこれに対する運営からのお知らせがこちら。不具合詳細なんですが、確定枠に同レアリティかつユニットもしくはうんぬんかんぬんで同じ召喚結果が提供される場合がある不具合を確認いたしました。は？それだけっていうね。でもね、それ調べたのユーザーなんですよ。無有志の方が内部の人間でもないのに、そのネット上に落ちてる情報から頑張ってね、集めてつなげてようやく分かったんですよ。それを、まあ、確認したところ合ってましたねみたいな。しかも詳細なテーブルの仕組みとかが全くない。もうこれに関してはね、こちらの有志の検証の方がよっぽどおかしいですよね。そしてお詫びが、ガチャを回した人に対してそのガチャで消費した分と同じ分だけの石を戻すということで、まあ、返金は当然なしと。このゲームに不信感を抱いてもうやりたくないなと思った人はお金返してほしいと思うはずなんですけどね。石が返ってくるだけっていう、ということで、スクエニの運営方針としては不具合の一点張りで何とかごまかして具体的なことは一切話さず、無料のガチャ券をユーザー全体に配ることで大多数の被害者でない人を味方につけて、その人たちに擁護させて逃げ切ろうっていうプランだったわけですね。しかしここで立ち上がったユーザーがいました。11月24日公式のツイッターにリプライで、回収の経緯等につき現時点で全く説明がされていないものと把握しております。関係する召喚について経費法違反を理由として処分を求める下記の法的文書を消費者庁に送付することといたしましたので、しからずご了承くださいということで、こうビシッとねやってる方がいるわけですよ。まあ、書面とかもきっちっとしたフォーマットで書いてありまして、多分弁護士さんとか通したんですかね、あの法的文書を消費者に送ってますと。で内容としては、今回紹介した件以外で、まあ、弱体化があったこと、そしてテーブルガチャについて指摘ありますと。これだけの騒ぎになり、まあ、僕も動画出したんですが、まあ、特に音がめなしで逃げ切り成功かと思われたんですが、消費者庁コラボがとうとう開催されたというわけです。そして人々の記憶からこの事件がなんとなく忘れされてきた時、消費者庁から驚きの発表がありました。消費者庁は令和3年6月28日株式会社グミ及び株式会社スクエニックスに対し、同社が供給するワーオブザビジョンズ、ファイナルファンタジー、ブレイブエクスビアス厳選層と称するオンラインゲームに関わる表示について景品表示法に違反する行為が認められたことからということで、消費者庁が景品表示法という法律に違反していると認めたので措置命令というものを出したと。ちなみに今回のこの消費者庁さんの厳選層にまつわるこの原文なんですけども、なんと PDF97 ページ分ありました。かなり長いです。なので要約していきますと、一つ目が召喚は1回ごとにその提供割合に基づいて抽選を行いますという表記であるにもかかわらず、テーブルガチャであったことが一般消費者に対し実際のものよりも著しく有料であると示すものであり、景品表示法に違反するものである馬を一般消費者に周知徹底すること、つまりテーブルガチャでユーザーを騙して金儲けしたことを世間様に公表しなさいということですね。そして二つ目が再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。そして三つ目が今後同様の表示を行わないことってことで、まあ、これはそのまんまですよね。もうすんなと。でこの命令に従わなかった場合はさらにペナルティがあると思います。で僕が一番驚いたのは現役公式からの発表ですね。こちらをご覧ください。こんな抽選方法でやってましたと。でランダムに配列した2つのリストを作成し、どちらかを引くか抽選で、その後リストの並び順で連続する10体が提供され、次の消費者は前の消費者の結果の続きから提供ってことで、もうゴリゴリのテーブルガチャじゃないですか。これもうベルトコンビですね完全に。この仕組みの意図としては、絶対的に偏らせずにガチャを回させるってとこでしょうね。でそうすることで売上と排出の計算がしやすくなるんだと思います。ただこの方法だと絶対均等に配られるわけですから、なんとなく偏りが出て SSR が大量に配られて予想より売上が出なかったなんてことはなくなるわけですよね。偏りがないことで売上を確認して今後のフィードバックがしやすくなりますよね。なので完全に均等に配るための手段の一つとしてこのテーブルガチャは手段と思います。でこの消費者庁の命令が下る前は不具合の一点張りで、もう詳細全く話さなかったこの運営にこれ認めさせるっていうね、いや消費者庁すげーなと思いましたし、でこの件はネット上ツイッターのトレンドにもなりましたが、なんと NHK でも報道され世間一般に広く周知される大事件となりました。まあ、そんじょそこらの炎上じゃないですよ。もう消費者庁と NHK ですからね。でここからなんですが、気になるのは罰金ですよね。正確には課徴金というんですが、例えばパズドラの消費者庁コラボでは約5000万円の課徴金が発生します。なので怒られただけかと、罰金はないのかと思うかもしれないんですが、これ結構遅かったりするんですよ。というのも KOF98 のクーラー事件というものがあって、これは2018年に消費者庁から措置命令が出てました。
この事件はそもそも対象となったガチャが2016年12月31日から2017年1月4日の出来事で、これが2018年に消費者庁から再発防止などを求める措置命令が出ているということで、この時点でちょっと遅いですよね。そっから3年後の2021年3月29日、超最近ですね。そこで課徴金609万円の支払い命令があったと。3年ですよ。めっちゃ長いですよね。なので下手したら今回の件は2、3年後にそういう通達があってもおかしくないと。なんでなかなか遅いなと思うわけなんですが、やはりですね、スマホゲームのこういった事件に関しては、お上の方もですね、なかなか腰が重いと。というのも、そういう職員の方々が別にゲームやってないんですよね。なんでようわからんってことなんですよ。なのでそれゆえに追及が甘いところがあると思うので、僕が代わりに追及していきたいと思います。これで手打ちにするのは全然甘いですね。で、なんでかと言いますと、そもそもこのテーブルガチャ、具合の一点張りで通してますが、いや、そんなわけないだろうと。で、さらに、今回だけやりましたと言ってますが、これも怪しいぞと。で、そういった話をしていきたいと思います。ではですね、振り返りながら話を整理していきましょう。ここかなり大事なんで、ついてきてください。今回の件は、普通のガチャのように装いながら、テーブルガチャだったという話ですよね。で、これが意図的だったらどうでしょう。ユーザーを騙してたと言いますよね。詐欺レベルの話です。しかし、スクエニサイドは、これは不具合だったと。バグだと。人為的なミスによってもたらされたものだと主張してますよね。つまり、わざとテーブルガチャを作ったわけではないですと。謝罪文にはこうあります。弊社の意図したものではありませんでしたが、チェック機能の不全、並びに株式会社グミ社内の人的ミスにより実装される不具合とのことです。いや、スクエニは何も知らなかったんですけど、グミが悪いんですってことですよね、これはね。しかしながら、相変わらず不具合ということで、意図的なものではないと主張します。で、これで逃げ切りを図ろうということなんですね。ただですね、衝撃の事実が朝日新聞デジタルから発覚します。で、この朝日新聞の記事でもこの件を取り上げているんですが、そこにはなんと、設定を作ったグミは、ターンを限った方が作業量を少なくできるためやってしまった、認識不足だった、キャンペーン参加者にはゲーム内通貨で返金しているとしているって書いてあるんですよ。これは話違いますよね。意図的なものではなく、プログラムがなんかバグって壊れて不具合起きましたっていうのがスクエニの主張なんですよ。で、スクエニさんは新しい試みで不具合起きましたって前にも言ってるんですけど、普通にパターンを限った方が作業量を少なくできるってグミさん言っちゃってますね。簡単に安く作れるからテーブル型にしましたって自白してるわけですよ。新しい試みでも何でもないですよね。っていうことは、今回の件は意図的にユーザーを騙した。そしてその理由は作業量を少なくできるからってことになりますよ。で、これもしね、これがそうじゃないとしたら、グミさんか朝日新聞どっちかが嘘ついてます、これはね。で、その場合はですね、スクエニさん訴えた方がいいですよ。これグミさんか朝日新聞、絶対訴えた方がいいです。そのレベルの話です。これも景品表示法違反とかそういうレベル超えてると思うんですよね。この開発のグミですが、現役以前からテーブルガチャが発覚しています。この件についてプレイヤーの方から奇跡的にメールが来たので、そちらを紹介します。いつも動画楽しく拝見しております。私は現役戦争を運営しているグミのアプリタガタメ現役プレイヤーです。今回の事件でグミ知ってる人と知らない人の温度差や認識の違いを感じるので、お話しさせていただきたくご連絡しました。発表を見た多くの方はスクイニが下請けのせいにしていると思っていますが、グミの問題行動をスクイニが容認してしまったが実情だと思います。1、現役戦争はグミが運営しているタガタメのアルケミストというアプリをほぼ利用して作ったゲームになる。マップ UI システムはタガタメとの類似点が見られます。タガタメの元ディレクター藤田氏が幻影戦争にアサインされて、ゲームプロデューサーの今泉淳氏にも制作に関わっています。いろんなところを使いまして側を FF に変えたアプリというのが実態です。同社アプリタガタメのアルケミストファントムオブキルも同じガチャシステムである。2018年タガタメでも星5確定10連ガチャで同じような配列の結果が見られて、有志により通称ベルトコンベアガチャの検証が行われていました。幻影戦争で問題になった1回ごとに抽選という文言もゲーム内に入っており、一部プレイヤーが消費者庁への通報等で問題化させようとしましたが、仮想ゲーゆえにユーザーのパワー不足と問題行為になりすぎて気にしないユーザーが多く風化してしまいました。余談ですが、幻影戦争もタガタメも星5確定10連ガチャで問題化しています。おそらく普段使っている長いベルトコンベアから低レアをそのまま抜いたらパターン数が激減して同じ結果が大量に発見されたんだと思います。3、推測。いけると踏んだグミがガチャシステムを利用した。以上の経緯からグミ主導で問題のガチャを実装したということで間違いないと思います。スクイニも仕組みはしてたけどグミに大丈夫だと言われて通してしまったみたいなところではないでしょうかという、推測ですね、これは。4番、タガタメファンキルの今の状況。同じ違反行為をしていたのにタガタメファンキルでお咎めなしです。今もこのガチャシステムが使われているか調べていませんが、ゲームセンサーで問題化した以降も同配列のガチャ結果の縮小が確認されています。私はこの点、消費者庁も調査が甘いんじゃないかと思いました。ということで、スクエニは不具合と主張しますが、これはぐらかしているだけで、意図して行ったものではないのか、つまり単にユーザーを騙してただけではないか、そもそもテーブルシステムはこのガチャ以前から行われていたものではないかと僕は考えています。で、本当のところを言うと、前からテーブルガチャシステムやってたけど、バレへんし問題にならないからいいだろうっていうところでなーなーでやってたと思うんですよね。これ前回の岡本よしきさんとの動画を見ていただければわかるんですけども、ゲーム業界自体がそういうやっぱなーなーで気づかれてきたところがあり
ありますので、まあそうであっても全然おかしくないなと思いますね。今後の展開として考えられるのが、課徴金の支払いや返金があるのかどうかということについてです。スクエニ側は優勝席を返還したことで保証したとしていますが、そもそも消費者を欺いたとすると、消費者としては契約破棄したいところですので、優勝席などといった1円の価値にもならないゲームの通貨ではなく、まあ、現実の円で返金するべきであると考えています。でここをですね、消費者庁がどう判断するかというところが今後の重要な流れになってきますし、まあ、ある意味これが裁判でいう判例のようなものになると僕は考えてますので、今後の動向をチェックしていきたいと思います。でこういったジャッジがね、下れば下るほど前例ができて、スマホゲーム業界のグレーゾーンが減り、より健全なものになることは間違いないでしょう。正直今回の件、スクエニさんに対する感想はですね、今まではスマホゲー運営としてのイメージは良くなかったものの、コンシューマーゲーム等で素晴らしいものを作り続けていたので、今まではスマホゲーム運営としてのイメージは正直良くなかったんですけど、ただ一方でね、まあ、ドラクエとかそのコンシューマーゲーム等で素晴らしいものを作り続けていたので、今までの過去の作品を見ても名作がたくさんあるなというふうに思うんですが、そのユーザーを欺くようなことをした上に、まあ、消費者庁に怒られるまでまともな説明一切せず、今回の件で徹底周知を命じられておきながらも不具合の一点張りを続けて、そして楽をするためにテーブルガチャにしたと発言しているグミとのやり取りを伏せて、なんとなくごまかしてレスを押そうとするというね、そういうやり方には失望しました。まあ、正直スクエニさんはスマホゲーに手を出してからダメになったなと思いましたね。というわけで皆さんはどうお考えでしょうか。この件に関する率直な感想をお聞きしたいです。以上、中条でした。今後ともよろしく。